いろんな腹筋メニューがある中で、実は腹筋中っていうのは手を振った方がお腹にすごく効かすことができるんです。今回は腹筋の上部、中部、下部、そしてプラスアルファ全体を使う腹筋メニューを行っていきます。たったの4種目です。全部20秒、4種目やった方がお腹に効きますんで、チャレンジしてみてください。そして腹筋というと、体が起こせれない人って足が浮きますよね。っていう感じで浮きますよね。実はあぐらを組むことで簡単に足が浮かないようにできて、足を押さえとくことによってさらに腹筋に効かすことができるんです。なおかつ手を振りますので、手を振ることによって上半身を小刻みに動かすことができます。たった20秒ですが、腹筋に3倍効かせられるやり方なんです。お腹引っ込めたい、姿勢が悪い、食後にお腹が出やすい、腹筋やるけどお腹に効く感じがしない、そういった方は一緒にチャレンジしてみてください。それでは紹介します。まずは寝た状態からあぐらを組みます。あぐらを組んで押さえてる側の足、床についてる足側の腹筋が主に効きます。ですので両方必ずセットでやってください。このまま体を起こして、手を伸ばして、手は低い位置です。床をパンパンとタッチするイメージで手を振ってください。これを20秒、呼吸はできるだけ一瞬で吸って長く吐きます。首疲れるよって方はね、片手で頭持っててもいいです。片手は振ってください。それではいきます。スタート。こういう感じで足でしっかり押さえて、はい、オッケー。ふう、反対足いきましょう。1セット目はね、まだなかなか効きませんから、2セット目以降からが本番です。しっかり体を起こしていきましょう。それではいきます。反対、スタート。長く吐いて、腹筋が疲れてきた。今度は足をカエル足にした状態で手を前に伸ばして、このまま手を振ります。20秒です。しっかり体を起こしていきましょう。スタート。しっかり手を、ね、強く振ってください。お腹にね、グッグッグッと効くと思います。2セット目はね、やっぱり効きますね。次は足を伸ばして、足を組んで、このまま上体を起こして足も持ち上げます。上の足でしっかり押さえてください。下の足はね、下に落ちないように浮かしたままです。このまま手を振ります。それではいきます。スタート。しっかり足を押さえるとね、下腹に効くと思います。うわー、きつい。下向いて、 OK。 ガー、反対足いきましょう。しっかりね、お腹全体を使っていけばね、姿勢改善、下腹ぽっこり治ってきますから、頑張りましょう。それではいきます。スタート。しっかり手を振って、首疲れたらね、頭持ってね、ヒールでもいいよ、これでもこれでもいいよ、これでも効き、手をね、振れる人は振って、これでもいいよ、効き、効き、頑張れ、頑張れ、ガー、うお、うお、うお。逆にね、手って重たいんで、頭のとこ持ってったらね、手の重さでね、腹がちぎれるかと思った。はい、ラストはね、肘ついて、足伸ばして、足こうやって振りましょう。最後、手じゃなくてね、足を振りましょう。いきます。しっかり腰つけて、腰つきにくい人はね、手の幅広げて、いきます。スタート。腰がついてないとね、下腹効きませんよ。腰しっかりつけて、止めて、しっかりね、足を振って、
やーくぁ腹いった疲れでした。いやしっかりね下腹使うことができたと思います。これね手を振ることでねしっかり小刻みに腹筋してる感じになるんで、起きる戻るってことを繰り返すよりも何倍も腹筋をね使うことができてます。そしてね小刻みに動くことによって息をフーフーフーと自然と吐く感じになるんで、腹横筋がしっかり鍛えられてお腹がへっこんできます。最後まで頑張ったよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。まだ体力あるよって方はね、次の動画もチャレンジしてください。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.